やつとは失礼な。妖怪に使えることをたった一つの生きがいにしてる怪奇愛好家と言ってもらいたいね。さあ、その女の子はもらっていくぜ。子供をさらっていってどうするつもりなんだよ。決まってるじゃないか。妖怪たちの力を借りて子供たちを新しい妖怪に作り変えてもらうのさ。俺はね、この山奥を100年前みたいに妖怪のうじゃうじゃいる妖怪のメッカにしたいのさ。さあ、かわいこちゃん、おいでよ。子供はよせ。他人の楽しみを邪魔するもんじゃないよ。ではさらば。